1, 2, 3, go ahead. Thank you.
しくお願いいたします。本日平成、令和ですね、令和3年1月23日、夜8時6分ライブでお送りしています。スタジオのは三軒茶屋にお邪魔しております。よろしくお願いします。ちょっとごめんなさい、すいません、ちょっと早くもちょっと、若干トラブルなんですけども、本日本当に貴重な、土曜日の時間に、このような形で、皆様のお時間をいただいて本当に感謝しています。事の発端は昨日の夜10時前なんですけれども、今日一緒にやってもらっている、おかみさんという、絶大な信頼をしている方がいらっしゃるわけなんですけれども、その方からお電話をいただいて、明日ライブ配信やるぞと、言われて、最初は絶句いたしました。弱腰で折ったんですけども、とにかくやるぞと、ちょっとノーと言えない雰囲気を押し出されまして、分かりました、やります、やらせていただきますということで、本日、昨日今日で参加させていただいています。もう実は去年の12月19日に同じここの三軒茶屋の別のスタジオですけれども、やはりライブ配信をさせていただいて、非常にいい経験をさせていただきました。そこから1ヶ月ちょうど、ところなんですけども、去年の1月、その12月19日から全く何もやっておりませんから、気も触ってなかったですし、声も出していなかったので、本当に全く準備できてない、準備不足もいいと思うのでならば今回は、むしろ皆様のちょっとリクエストを受け付けさせていただいて、まあ、できる限りですがそれに応える形で、もうどうせ準備できないんだからやらせていただこうかなというふうに、決めました。で、私自身が、まあ、一番その、ある意味歴史が深いアーティストさんである山下達郎さん、それから、ビリージョエル、の曲に一応限定してリクエストを受け付けさせていただいて、まあで、ちょっとその間に、その間私、オリジナルもちょっと、入れ込ませてもらおうかなと思っています。1曲目は普段ちょっとライブなんかではやらないような曲なんですけども、達郎さんの、いつかというナンバーで、ライロンタイムという、アルバムの1曲目で、めちゃめちゃ大好きな曲だったのでやらせていただきました。まあ、ちょっと、もう一つだったかもしれませんけども、まあ、ライブということでお許しください。ちょっと少しずつやっていきたいと思います。ここに目の前にちょっと、YouTube オンタイムで見させていただいています。はい、あ、本当だありがとうございます。声どうでしょうか、大丈夫でしょうか。ありがとうございます。では、ゆるゆるとやらせてください。よろしくお願いします。涼しい
シャボン玉のように消えてゆく今宵、限りの恋もまた楽しい夜はこれから、暗い気持ちさえはい、ありがとうございます。
ありがとうございました。達郎さんの、シュガーベイブ時代の、曲を2曲、ダウンタウン、それからパレード、お送りしました。はい、それでは続いてまた達郎さん、また行ってみたいと思います。夜を沈め、心を浮かべる、そんな想い君にはあるかい。愛を飾る瞳に揺れる炎、それが君への想い。扉の影で報われぬ愛の予感に震える、息を潜めた夜に紛れて、一度は傷ついたはずの心で信じ合えるにはあまりに悲しすぎる。ありがとうございます。夜の翼から甘く危険な香り、ちょっと、つなげてやっております。
カメラ、こっち、これですね。カメラ。リクエストいただきました。土曜日ですもんね。土曜日の恋人。皆さんありがとうございます。カメラ目線、これですね。どうも。はい。ありがとうございます。皆さんもコメントありがとうございます。じゃあちょっと古めの達郎さん、今日は。なんかどっちかというとそっちの感じなんですけどもやらせていただきます。シャンプ忘れなよ悔しいけど
あんなやつのこと、そんな綺麗な髪、いつまでも他の男が驚かないから、シャンプーお願い、そばにいて、昔笑ってほし
ありがとうございます。カメラ目線で、はい、シャンプーの後塩剤、お聞きいただきました。ありがとうございます。はい、 ありがとうございます。事前に頂戴してたリクエストの曲をもう一曲やって、達郎さんからちょっと離れようと思います。ありがとうございました。許してくださいね。Get Back in Love お送りいたしました。ありがとうございます。
一応、まあ、こういった形で、オンタイムライブでやらせてもらってます。後でせっかくなので、ハッピーバースデーをやってみたいと思うんですけれども、今日誕生日の方とか近いよっていう方は、ここに書き込んでいただければ後で9時ぐらいですかね、ハッピーバースデーを、歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。続きまして、ほぼ私の弾き語りのルーツ、洋楽編でいうとビリージョエルなので、ビリージョエルを何曲かやらせていただきます。カメラ目線同じように、はい、カメラ目線で、はい、結婚記念日、結婚、誕生日にしてくれ三上舞さんね、舞さん誕生日近いですね、 OK です。とちょっとパッと私の目についたら後で入れさせていただきます10月ですかお願いしますっておっしゃってる方、それは却下させていただきます。
とうございます。ありがとうございます。はい、リクエスト、いただきました。ちょっと しっとりと、1曲目、ビリの1曲目はマイライフをお送りしましたではちょっとしっとりとさせていただきます。ミチコ S さんから、リクエストいただきました。 She's always a woman。She can kill with a smile, she can wound with her eyes, she can ruin your face with a casual eyes, and she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you all.She can ask for the truth, but she never believes. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she sees like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Whoa, and she never gives up, and she never gives in. She just changes her mind, and she promises you more than the Garden of Eden. And she'll just recut you and laughWhile you're breathing, and bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of herWhoa, and she never gives up, and she never gives in. She just changes her mind. She's frequently kind and she's certainly cool. She can do what she pleases, it's nobody's fool. And she can be convicted, she's earned her name. Will do with those shadows that do, but she's always the one to me. ありがとうございます。中学生ぐらいの時に、はい、カメラ目線で喋る。中学生ぐらいの時にビリー・ジョエルの弾き語りを始めて、目にして耳にして衝撃を受けました。その時に真っ先に聴いた曲は多分この曲だったと思います。Tried and pleased me. You never let me down before.
don't imagine you're too familiar. Like I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Took the good times and take the bad time. I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color. You always have my unspoken passion. No, my not my hand to kiss. I don't want clever conversation. I never want to work that hard. I just want someone can talk to. I want you just the way you are. You need to know that you will always be the same old someone. This I promise from the heart. I could not love you any better. I love you just the way you are. Wait. Just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Just the way you are 菅野のままでお聴きいただきました。はい、そうですね、ありがとうございます。そうですね、事前にそうですよね、そうなんですよ一応オンタイムでリクエストいただくということだったんですけどもなかなか本当に準備する時間が全くなかったので、本当はやりたいんですけど、ちょっと私の、技術水準ではちょっと能力水準ではできないという曲が多々ありまして、申し訳ありませんがお断りしたというような経緯もございますので、
結局のところいつものライブと変わんねえじゃねえかという話もあるんですけれども、そこはどうかお慰みということでよろしくお願いします。ウィーンはですね、奥村真奈さん、そして奥村康弘さん、ウィーンは本当に僕大好きなんですけど、さっきも何回かやったんだけど必ずへくるのでちょっと今日はやめときます。もう大好きすぎて本当にやりたいんですけど、ちょっと宿題にさせてください。If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give.ちょうど9時ぐらいですよね。ちょうど中間地点、折り返し地点なので、さっき募集した、誕生日あるいは誕生日に近い、もう一回、教えてほしいな。
資格認定者の舞さんでしょ、それから、なおちゃんもそうでしょ、佐藤なおちゃん、それから、東堂も今見たよ、あとはアバワっていうリクエストを、あの森岡さん、あの趣旨をどうかどうかご理解してくださいね、森屋さん、すいませんね、皆さんありがとうございます、なっちゃんもありがとうございます、あ、よしくもありがとう、高見さんもありがとうございます、もぎもありがとう。マイさん2月ですか、しょから、じゃあマイさん、とうどうオールナイト、ちのくんそのご無体なオールナイト死んでしまいます、あの、まあ、雪で帰れなかったらオールナイトをするっていう一応なんか、三段になったいや、舞さん、東堂、なおちゃんでいきますね、誠に誠に誕生日おめでとうございます、Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear my son Todo. 佐藤奈央ちゃん。Happy birthday to you. おめでとうございます。おめでとうございます。お願いします。おめでとうございます。違います、違います。あ、はい、失礼しました。ちょっとごめんなさい。ちょっとあのもたつきました。おめでとうございます。Jaw caught a lot of P.O. smoke, but there's fantasy here.
I believe this is killing me as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. La 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 di di da, la la di di da, la la. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. Talking with Davy, who is still in the Navy and probably will be fried. And the waitress practices politics as a businessman slowly gets stoned. Yes, they're sharing the drink they call loneliness, but it's better. Crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me that is coming to me to forget about for a while. And the piano sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and I sit at the bar and put bread in my jar. The piano man, sing us a song tonight. We're all in the mood for the melody, and you've got us feeling alright. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. We're all in the mood for the melody, and you've got us feeling alright. ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。It's 9 o'clock on the Saturday。これ偶然でしたね。9時、土曜日9時、合ってました。ありがとうございます。今後ろの方でですね、一緒に今日一緒にやってくださっているおかみさんがブルースハープ、弾いてくださっていました。ありがとうございます。おかみさん。メッセージありがとうございます。コメントありがとうございます。
For the Pennsylvania we never hung. For the promises our teachers gave. If we work hard, if we behave. So the graduations hang on the wall. But they never really had said at all. No, they never taught us what was real. I ended cold. The ground and the union people crawled away. Hey, oh, oh, oh. Every child has a pretty good shot. Together is this puzzle that I'm in. Go, there's something happened all the way to. Soon an American flag in our face. We are living here in Allentown, and it's hard to keep a good man down. But it won't be getting up today. ありがとうございます。スペシャルエフェクトバイ、おかみさん、イエイ。聞こえましたでしょうか、アレンタウンお聞きいただきました。それでは、満を持してというわけではないのですが、ちょっと私の歌を何曲かやらせてください。よろしくお願いします。比較的新しめの歌ですけどもスマイルを聴きください。 I want your smile 瞳に誰を映し I want your love ときめく心は
しもあなたをもう一度だけ抱きしめて、ぬくもりが戻ったら話はしない、もしもスマイルを聴きいただきました。あ、スマイルで、はい、ありがとうございます。それでは、たくさんの方に今参加していただいているようです。170名、すごい、ありがとうございます。それでは続きましては、僕のすべてでお聴きください。胸に秘めた誰も知らない、そんな思いがあなたにもありますか。か弱くて見えても決して消えない、一筋の炎、はじめはほんの何気ないかけらが溢れ出して止められない、あなたのこと考えるだけで切ないよ、誰もみんな幸せになるように、そのために生まれてきたんだから、最後にはあなたと一緒に泣いたり笑ってたいんだ。離れてにするよ、僕のすべてで大切にするよ。ありがとうございます。短いのが取り柄なんですよ、私の歌は。ありがとうございます。
ちょっと古いナンバーなんですけど、ごめんなさい、ちょっと喉があれで、一言というナンバーを歌いたいと思います。それはとても素直な本当の言葉、ちゃんと伝える自信はないけれど、君は僕の全てさ、大げさじゃなく何に変えても守るとそう決めた少女風を吹かせて二人
ありがとうございます。一言お聞きいただきました。リクエストありがたいことにいただいております。もともとまだ子供が小さかった時に、どういうんでしょう、なんとなく伝えたいこととして作った歌です。友達お聴きください。大切なことは分かりづらいもの、考えてみよう、友達ってなんだろう。離れても LINE をしなくても何でも知ってる不思議な友達、10年ぶりでも昨日に戻れる、シワが
ありがとうございます。あ、みんなの歌そうなんです、あの鋭い、あの当時ちょっとみんなの歌狙いでちょっと作った向きもあるんですけどでもいろいろ調べたところ、なんか例えばどっかに応募するとかオーディションがあるとか、なんかみんなの歌ってそういうのないらしいんですね。なのであの諦めたという次第でございます。あのみんなの歌あの3部作ぐらいやったんですけど、残念ながらちょっときっかけを失っております。ありがとうございます。ゆきちゃんね、これねビエナね、ちょっと今回はちょっとパスさせて、ちょっとあの今日は無理だってことになったのでごめんなさい。このステイホームキープディスタンス、運動不足が鼻だしくて、今実はペダルを踏んでるこう右足のすねがですねちょっとつってんですよね。なんか情けないったらあれはしないです本当に。まあ参りました。大丈夫です、頑張ります。1月23日、まあ今日は寒いですね、雪になろうかというその、真冬ですけれども、ちょっとあのストレッチさせてください。大丈夫です、大変失礼しました、お見苦しいものをお見せしました。では、これもリクエストを頂戴、ありがたいことにリクエストを頂戴しておりますので、ちょっと頑張ってみたいと思います。あの季節感は全く度外視しておりますのでお許しください。またあのそんな季節になったらまた歌いたいなとは思っています。桜月をお聴きください。美しい面影
も見上げた先に愛しさも切なさも胸に刻み込んだまま焦ない思いはまっすぐここにまた花を咲かすようにこの身を焦がして燃ゆる火は消えることはない桜の花びらいつの日桜月をお送りしました。ありがとうございます。と、これからちょっとフィナーレに向かってまいりたいと思います。どうしようか。はい、わかりました。了解です。そうか、あっこちゃんごめん、今日そう今日 You Complete Me、 わお、今日歌詞持ってきてないじゃん。これ覚えてないんですよね自分の。あっこちゃんごめん ね、最後のワンピースもご宿題にさせて、ぜひ次。ありがとう、リクエストありがとうございます。ちょっと待って、あるかもしれない。少々お待ちください。すいません。
始まりましたので、すいませんバタバタで You Complete Me という歌も聴いてください。ありがとうございますリクエスト、何度もお話ししているのでこの You Complete Me というあの言葉自体はとある映画、まあ、具体的にはジェリー・マグワイアという、日本タイトルはザ・エージェントですか、トム・クルーズ主演の、映画のワンシーンで、できたセリフなんですね、レニー・ゼルビが扮するヒロインがいて、トム・クルーズがあのもう映画の最後の方で、なんていうんだろうな、まあ、告白するんですけども、その時に You Complete Me ってなんか大して僕も意味もわからないくせにどうもその響きというか、まあ、すごく好きで、なんとなくそれをイメージして曲を作った次第です。お聴きください You Complete Me。そして
you complete me? Let me complete you. ありがとうございます。どうもすいません、なんかまだ緊張状態なんでしょうね。なんか まともに歌えた曲がないかも。言うなってことですよね、ここでね。すいません、ありがとうございます。ではちょっとファイナル、フィナーレっていうかフィナーレに向かっていきたいと思います。友達やっちゃったんですよ。リクエストありがとうございます。どうぞ。
ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら夏の日をお送りいたしました。どうもなんかまだふわふわした状態でもう2時間近く経ってしまい、なんかダメっすね、うん、でもまあちょっと本当にありがとうございます。次があるか分かりませんがもっと頑張っていきたいと、思います。間違えちゃった、間違えました、やりません、ごめんなさい、間違えました、すみません。やっぱ緊張してんでしょうね。
sharp touch where the rhythm and blues. But I need a little give and take. New York Times, the Daily News. Whoa, comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. Left them all behind. I'm in a New York state of mind. I'm just taking a greyhound on a Hudson River line. 'Cause I'm in a 'cause I'm in a New York state of mind. Whoa. ありがとうございました。10時回りましたね。はい。ここ、ありがとうございます。ありがとうございました。もう最後の、ナンバーに、なります。さっき申し上げたんですけど、みんなの歌3部作のうちのもう1曲こういう言い方良くないですよね。まあでも、もう一曲歌わせてください。これもまだ幼かった子供に向けて、子供に向けてというか子供にを見て、作った歌です。一応このナンバーで、本日の、ライブちょっと締めさせてください。おやすみ。おやすみ。目覚めたらどんどはどんな笑顔を僕に届けてくれる。ただそれだけで声にならない思いあふれる。歩き続ける意味があるならそれは君だよ。よく遊んだね。疲れたはずさ。今はおやすみ。おやすみ。泣きながら眠りに
立てた。横顔にさえ涙がにじむ。守り続けるものがあるなら、それは君だよ。明日はきっとお日様きらり。今はおやすみ。ただそれだけで、世界に一つ宝物だよ。歩き続ける意味があるなら、それは君だよ。僕を選んでくれた奇跡に、今はおやすみ。おやすみなさい。ありがとうございました。カメラに向かって。本当に今日はありがとうございました。なんかちょっとボロボロでしたけれども、なんか不思議な感覚で一人で歌ってるんですけれども、ここでつながってて、本当に大勢の皆様に、見守られているなというふうに思いながら歌っていました。ちょっと不出来は勘弁していただいて。もうちょっとだけやらせていただきます。ジョニー、君となら、きっと分かり合えた。
思い
ありがとうございました。ありがとうございました。遅くまでお付き合いいただきありがとうございます。こんな時代ですけど、すいません、精一杯やりました。ちょっとね、どうしても縮こまっちゃうし停滞しちゃうんだけど、頑張っていきましょう。ありがとうございました。またいつかお会いできるといいなと思ってます。園瀬さん、またよろしくお願いします。ありがとうございました。武尊でした。おかみさん、ありがとうございます。ありがとうございました。